高賀三郎秋雨粛々秋雨粛々聞かれるのをはばかるようにか細い雨がしとしとと降り続けている仏間の伝統は思いなしかめいるように薄暗い 仏壇のお豆苗が揺るぎもしないでほのかな炎を立てているのが、ひとしお寂しさを身に染み込ませる。明日は、柳の三周期でございます。前の柳夫人、今の富沢夫人妙子は、夫の前に膝一つ崩さずきちんと座って、一後一後に力を入れながら言った。顔はまるでさらした布のように一点の血のけもなく、 王はげっそりとこけて、涼しいパッチリとした目とたたえられたその目が今はただいたずらに大きく醜くさえ感じられる妙子の前に声太った体を窮屈そうにきちんと座った富澤茜は大きくうなずいた血色のいいまん丸まい顔は彼が生来の楽天家であることを語っているが今はさすがに真面目な顔をして 早いものだもう丸3年になるかな私は亡くなったやガらの敵が討ちたいばかりにあなたに再演したのでございます痩せ衰えた体できちんと座っている妙子の姿はどことなく影が薄くしょんぼりと見えるのだが彼女は何か悲壮な決心をしているらしく 低く力のこもった言葉は二十巻の曲富沢を威圧せずには置かないのだったそんなことを今更らしく言わんでもいい僕は君と結婚した時の条件はちゃんと記憶している丸三年経ちましてもまだやがらを殺した犯人は判明いたしませんその点については 僕も非常に責任を感じているのだがだからこうして矢がらくんの家に住み毎年命日には関係者に集まってもらって何とか手がかりを見つけようと思って苦心しているのだ現に明日も一度ここへ集まることになっている私にはそれも無駄なことだと思います明日の会合で犯人が判明しようとは考えられません 何しろ警察でさえサジを投げた事件なんだ何の手がかりもない初めから迷宮なんだ最初1か月よ警察では全く不眠不休で全能力を上げて捜査してくれただが結果はゼロだ無論その後だって当局者は捜査を断念していたのではないまた 僕も僕でできる限りのことをした私立探偵も使った疑わしいと思われる人物には厳重に監視をつけたしかしそれはことごとく失敗だった私だってあなたがどんなに努力してくだすったかはよく存じております私はあなたをおとがめする気持ちは少しもありません ただ私は辛いのです。ヤガラに対して愛すまないと思います。私がヤガラの一周期が済むとまもなくあなたと結婚したことについて一部の人からどんな非難を受けているか私はよく知っております。私は無論浮いた気持ちなど少しもありませんでした。ただヤガラを殺した犯人が知りたいばかりに。そしてそれには やがらの一番親しい友人であったあなた、そして事件後あんなに親切にしてくだすったあなたにお頼りするより他はなかったのでした。私は、きっと犯人を探し出してやるというあなたの頼もしいお言葉に身を任せたのでした。無論私はあなたを愛していないのではありません。しかし、 こうやって犯人のわからないままにあなたと結婚生活を続けていくことがやがらに対して何とも愛すまないと思いますあなたは三周期まで待てと言い私を慰めてくださいましたその三周期は明日に迫りましたしかし私はこの一年に事件が何の進展もしていないのをよく知っております 明日も無論無駄に終わりましょうそして次の一年もまたその次の一年も無駄に過ぎましょうそれは私には到底耐えられないことでございます君の言うことはよく分かったそう言われると僕は全く返す言葉はない白状すれば 僕は明日の会合には自信はないのだ君の言う通り去年の命日から今日までが1年間僕は何の新しい手がかりも発見できず事件は全く去年の状態のままなんだ僕は明日の会合に一縷の望みをつないでいるけれども成功するとは決して断言できないのだ だが、妙子。これだけのことははっきり分かってもらいたいと思う。僕は、心から君を愛しているのだ。君が親友の妻だった時から愛しているのだ。僕は熱心に矢倉君を殺した犯人を探し出そうとしたのは、友人の義務として当然のことであり、同時に、愛する君への務めであったのだ。 僕は断言する僕は単に君に近づくことができるとか君と接する機会が多くなるということのためにのみ犯人捜査に熱中したのではない。言わんやそれを工事として君と結婚しようなどという卑劣な考えは少しもなかった。君と僕とは愛の力によって結びついたのだ。 がらく君を殺した犯人を探し出したいという望みはきせずして一致して二人をつなぐ強い意図にはなったが僕たちの結婚はあくまで愛によるものだと信じたいと思う私もそう信じておりますしかし犯人が判明しないままでこうしてあなたと一緒にいるということは どうしても私の気持ちが許さないのです。私は一日として心の休まる日はないのでございます。その気持ちはよくわかると思う。僕も君が事件以来一日も楽しい顔をせず、あの生き生きとした顔がまるで死人のように青ざめ、ふくよかな方がげっそりと痩せ、 毎日毎日うつうつとしている様子は見てはいられないのだそれだからこそどうかして一日一刻も早く真犯人を探し出したいと焦りに焦っているのだがなんと言っても僕は素人だし警察でさえ解決しかねている事件なんだから思うに任せないんだですから たししはあなたをすも非難してはいないのですただこのままの状態ではそれはあまり短気じゃないかね親友でありかつは愛する妻の先風であるヤガく君のためにまた君は心から愛する先風のために何とかして敵を探し出そうとしているのじゃないかねそのためにはどんな苦しみにも耐え どんな犠牲をも払おうとしているのだ。わずかに三年でへこたれてしまう問題じゃないと思う。私は、繰り返して申します通り、犯人のわからないままこうやってあなたと一緒にいることが心苦しくてたまらないのでございます。では、どうしようというの。僕と別れたいというのかね。 まさかそんな考えじゃあるまいねはいじゃあどうしようというの少し考えていることがございます言ってごらん黙っていてはわからないがじゃあこうしようとにかく明日まで待ってもらおう明日になって依然として犯人が分からず 何の効果もなかったら一つ君の決心というのを聞こうじゃないかはいじゃあ今夜はもう遅いからおやすみはい妙子は仏壇に向かって合唱すると静かに立ち上がって粛々と出て行った後を見送って、 富澤は頭を抱えながら独り言を言った困ったなあ明日ヤガラを殺した真犯人を判明しないとあれはとんでもない考えを起こすかもしれないと言って俺には何の生産もない何と言ったって警察でさえ手に負えない事件なんだからなヤガラ君 あらば明日は何か奇跡を示して君の愛さ妻たりしたいことそして僕とを救ってくれんかなあ富澤は胸の内の不安を押し沈めるように仏壇に向かって合掌した七人の県議者 毎年毎年個人の命日にしかも惨劇のありましたその部屋に各もお集まりを願いまして愉快にならざる一夜をお送り願うのは誠に本意ない次第でございますが富澤孝音はここでちょっと言葉を切ってずらりと一座の人々を見渡したここは昆虫学者だった柳楽孝也が生前書斎にしていたところで。 富澤が移り住むようになってからも全然使用しないで惨劇のあった当時とそっくりそのままにしてあるのだ集まっている人たちは富澤と妙ことを除いて全てで5人だった矢柄博士の助手だったやっと30になった青年高部五郎は時折身長のネクタイをいじりながら不快そうな表情を浮かべてわざとそっぽを眺めていた。 高博士の友人の一人でアマチュアエントモロジスト飛島義郎は分別臭い顔をしかめて軽蔑したような目を富澤に向けていた二流どころの京州作家佐久間信子は30を超えた皮膚の衰えをおしろいとルージュに隠しながら不安そうにそわそわしていた灼道色のいかつい顔にたわしのようなひげをつけた退職大佐の夏川武雄は 明日の魚釣りのことを気にしながら気の毒そうに痩せた太子を眺めていた当時の駒遣いだった山野菊代は油切った頬と肩の丸みに二十四の成熟さを見せながらもキョロキョロと人々の顔を見回していたやがて間を置いて富澤は語り継いだご承知の通り三年前の今日今夜 やがら君はこの部屋で何者とも知れない者によって無残の最後を遂げたのでありますその時に居合わせたのは不幸にも今日ここにお集まり願った方々に私たち夫妻を合わせて7人でありますしかもくせ者は絶対に外部から忍び込んだ形跡はなく犯行は 我々の面前と言っていいほどの間近で起こったのであります富澤は再びここで言葉を切った一座は死んとして誰一人言葉を発するものはなかった私たちは大変不幸なそうして不愉快な位置に置かれましたなぜなら警察当局の専門的な見方においても また私たちの常識的な考えによっても、こコ・がらく君殺害犯人は必ず私たち7人の中にいなければならないのであります。ところが、警察当局の必死の捜査にもかかわらず、そこには何らの手がかりも発見されない。しかも私たちは、一人残らずアリバイを持っている。 実に危機快快な事件であります。しかしながら私は確信いたします。同時におそらくあなた方もご確信されることと存じます。犯人は必ずこの7人の中になくてはならない。そして私たちは、こうやがら君の孟集を晴らすためにも、また社会正義を貫く上においても、 この感覚極まる犯人を必ず探し出さなければならない。同感です。若い助手の高部は言った。続いて飛島が熱心そうに頷うきながら。僕も同感だ。私も。信子が言った。そうして最後に老大佐が太い声で。 わしもう同感じゃ妙子とくようは何も言わなかったしかし同じ考えであることを表す態度は十分示していた皆さんのご同意を得て誠にうれしくかつ心強く感じますこの一致した目的に対して皆さんは今夜の会合の不愉快さをお忍びくださることと存じます 富澤が言いかけると高部は遮ったそれは少し違うと思います僕はコ先生殺害犯人が一日も早く判明することを熱心に希望いたしますが毎年毎年この会合で不愉快な思いをさせられることは反対ですなぜならこの会合は犯人を発見することには少しも役立たないからです毎年毎年同じことを繰り返すばかりで何の効果もない いたずらに不愉快な思いをするだけです。僕は反対です。すると老大佐がまたそれを遮るように言った。理屈ではない。義務じゃ。我々は、こうやがらくんの下手人を一日も早く探し出す義務があると思う。我々の中に殺人犯人がいて、 それが点然としているということは考えただけでも不愉快じゃ。それに比べたなら、年に一回こうして会合して何か手がかりを発見しようとする不愉快さぐらい何でもない。ヤガラ君の法事に劣籍していると思ってもいいのじゃ。我々はこういう試みに応ずる義務があると思うが、 高部くん、どうじゃ僕も強いて反対をするのではありません。犯人を発見しようという試みは反対しないのですけれども、この会合はあまり無意味だと思うのです。無意味に終わるかどうか。アマチュア・エントモロジストの飛島が口を出した。せっかくこうして集まったのだから、富沢くんの話を聞こうじゃないか。 ええ、高部は素直にうなずいたもろん、拝聴します何もこの会合をやめようというのではありません一座は再びシーンと静まり返った富澤は高部の方をじろりと一別したがすぐに向き直って幸いに皆さんのご同意を得ましたから会合をこのまま続けていきたいと存じます そうして昨年通り私に当夜の模様を話させていただきます3年前の今月今夜それはちょうどヤガラ君の誕生日にあたりかつ当時ヤガラ君は先光の生物学上の研究について学士院賞を授けられましたのでその祝賀を兼ねてごく親しくしておりました私たち5人の客を招いて 打ち解けたた。晩餐会を催されました私たちは相前後して当屋敷に集まり午後7時きっかりに座敷の方で食事を始め8時半頃愉快にそれを終わりまして一同玄関そばの広い応接室に移りそこで香りの高いコーヒーをご馳走になりながら楽しい談話を交わしました。 当夜は旧暦の8月16夜にあたっておりました。空には絶えず灰色の黙々した雲が往来いたしておりまして、晴れたり曇ったりしておりましたが、時々私たちは高校たる月を眺めることができました。9時半ごろということであります。私はあまり注意もいたしておらず、 むろん詳しい時刻を記憶いたしておらないのですがそのころまず飛島さんが部屋を出られ続いて佐久間信子さんが出られましたお二人は連れ立ってちょっと庭に出て月を眺められたということですそれから高部君が単独で庭に出られたそうであります間もなく高部君が部屋に帰ってこられました それから飛島さんと佐久間さんとが月のいいのを褒めながら部屋に戻ってこられましたそこで私たちはヤ原君を交えて7人で再び談笑をいたしましたそのうちに多分10時頃だったと思いますがヤ原君と飛島さんとが 私たちには分からない難しい専門の言葉で議論を始められましたちょっとお断りいたしますが飛島は富沢を遮ったただいま私が矢原先生と専門上のことで議論をしたようにおっしゃいますがそれは訂正していただきたいと存じます矢原先生は昆虫学では日本で12と言われる赤学でありますし 私はほんの素人採集家にすぎません。私の本業は、ご承知の通り、書が売買業であります。もっともこの方は親譲りの商売で、どっちかというと私は不熱心でございました。そうして、少年時代に趣味を覚えた昆虫採集がやめられないので、この年になりましてもかなりその方に熱中いたしております。けれども、 もとより素養もなく、学問もなく、ひたすら矢柄先生のご指導を受けておりましたような次第で、いわば横綱とふんどしかつぎ、先生と議論のできるわけはありません。私は先生に教えていただいていたのです。どうか議論などとは言わないでいただきたいと存じます。ただいま、とびしさんから講義を受けまして、恐縮でございます。 私たちは昆虫学のことにつきましては全く盲目同然で、ついご議論だと思ったのですが、お言葉によりまして取り消しまして、飛島さんが熱心な調子で教えを受けられていたことに訂正いたします。さて、矢ガ君と飛島さんとの間に、私たちには激しいと思われるほどの学問上のお話がありまして、 十時を少し過ぎた頃矢ガ君は立ち上がってちょっと失礼いたしますと言って部屋を出ましたあとでわかりましたことはこの時矢ガ君は書斎すなわちただいま皆さんでご一緒におりますこの部屋に入ったのでございました矢ガ君が部屋を出ますとまもなく高部君がそっと待って 他の者が誰一人気がつかないくらい静かに部屋を出られました無論私はそんなことは知らないで夏川さんと確か釣りの話をしていたと思います高部君は間もなくまたそっと住めるように部屋に戻ってこられましたと今度は佐久間さんが部屋を出られました 呉城に立たれたにしては少し長かったようですが庭でも散歩されたくらいに考えて誰一人そんなことを気にするものはありませんでした佐久間さんもしばらくすると部屋に帰ってこられましたそれから菊代さんがみんなにお茶を持ってきましたそうしてがらくんのいないのに気がついておや 旦那様はどうかなすったのでございますかと言いましたこの言葉に私たちは初めて柳楽くんのいないのに気がついたのでしたそれほど私たちは話に熱中して先ほど柳楽くんが断りを言いながら出ていったこともそれからかなり長い間ここへ戻ってこないこともついうっかりしていたのでした妙子が「 旦那様は書斎でしょうと言いますと、菊代さんは、では、お茶を持って参りましょうか。そうね、それもいいわ。しかし、菊代さんは、お茶を持って行きました。そうして、再び応接室に来て、旦那様は、じきにこちらへ来ますから、 もうしばらくお待ちくださいと皆様にお伝えするようにと申されましたみんなはうなずきましたその時私はふと暖炉の棚に置かれた時計を見上げました11時に20分前でしたおやもうこんな時間かな私は思わずつぶやきました時に バーンという異様な物音を聞きました。私は自動車のタイヤのパンクした音かと思いました。しかしその音は外から響いてきたのではなく、どうやらちの中で起こったようなのです。真っ先に椅子から跳ねるように立ち上がったのは飛島さんでした。銃声じゃありませんか 夏川さんはさすがに落ち着きながらうなずかれましたわしもそう思う夏川さんがそう言われるか言われないうちに飛島さんは部屋を走りだしました私は何のことやらわからないながらただごとではないと思って急いで飛島さんの後に続きました高部君が私の次に夏川さんがその次に 婦人連はちょっと腰を浮かしただけで立たれなかったと思います。私が駆けつけた時には、飛島さんはもう部屋の中におられました。見るとヤガラ君は床の上に体を二重に曲げて、ぐったりと倒れていました。どうしたんですかと私が叫びますと、 飛島さんはぐったりしているヤガラ君をのぞき込みながらやられたらしいと言ってヤガラ君の体からやや離れた床の上を指さされましたそこには旧式のリボルバーが冷たく光っていましたヤガラ君は椅子から立ち上がって標本箱の前あたりまで歩んだところを 何者かにリボルバーで前方から胸部を覆たれて一発のもとに殺されたのでしたところが不思議なことには銃声を聞いてから私たちが書斎に駆けつけるまでものの30秒とはかかっていないのに犯人の姿がまるで見えないのです矢ガく君の体が窓の方を向いていましたから 窓の外から撃ったのかもしれないという疑いはありましたが窓はそこだけでなくどの窓もちゃんと閉まっているのですしかも仕切りまでしてありますガラスには無論ひっかき傷さえないのですしかもがらくんの胸の傷口は明らかにごく近くからピストルが発射されたことを証明しているのです 死骸から取り出された弾は床の上に落ちているピストルから発射されたものにそういないことが証明されましたピストルは柳楽くんが古くから持っていたものでしたそうしてたった一発しか弾は入っていないのでしたそれに柳楽くんは明らかに犯人の姿を認めなければならないはずだのに 表情には何ら驚愕も恐怖も示していないのです。ピストルがヤガラ君のものであること、ヤガラ君が犯人を認めたらしい表情をしていないこと、ピストルにたった一発しか弾が込められていなかったことが一時自殺説を台頭せしめました。殺人者なら、 万一の子孫児をおもんぱかって数発の弾を用意するはずですが床の上に捨てられたピストルの位置が何よりも自殺説を否定しましたそれは死体より1メートル以上離れてしかも左側のやや後方にありました自殺をした瞬間に自殺者自らが投げようとしても 到底投げられない位置なのですそれにヤガラ君には何ら自殺すべき理由がないのですヤガラ君はむしろ得意の絶頂にいた時なのです取り調べの結果ヤガラ君は何故客を応接室に置き去りにして書斎に入ったかという理由が判明しましたそれは確かに小切手を書くためだったのです 菊代さんは最後に書斎に入った人ですがその時に矢倉君は机に向かっていて急いで小切手帳を引き出しに入れるところだったと言っていますが調べてみると確かに当や書かれてすでに小切手は何者かに渡され控えだけが残っていました額面は5000元かなりの大金であります 当局者はこの小切手が重大な意味を持っているものとして大活躍を始めたがしかしそれは大した手がかりにはなりませんでしたこうして事件は最初から迷宮に入りました犯人のない殺人事件であります外部からは全く出入した形跡はありません 私たちは銃声を聞くと直ちに書斎に駆けつけたのにもかかわらず犯人の姿は全然見えないのですから理論的に言っても外部の者の処理であることは不可能であります。しからば内部の者の処理ということになりますが台所で働いていたさんの者のは銃声の起こった前後にちゃんと台所にいたという証明がありますし また、彼らのうちの誰かが犯人とすれば、私たちは駆けつけた時に必ずその姿を見るはずです。のみならず、彼らはヤガラ君を殺害すべき動機を全然持っておりません。さて、銃声の起こった時に応接室に居合わせた私たち七人でありますが、もろん銃声には直接関係がなかったことは確かであります。 しかし、幸いにも、私と夏川さんと妙子とは、銃声の起こるずっと前から応接室を離れなかったのですが、その他の方は、一度、あるいは二度、部屋を出入りされたのであります。その上に、誠に申し上げにくいのでございますが、それらの方々、また、私も妙子も、 それに強いて言えば夏川さんにも殺害の動機がないではないのです。そこで当局者の考えは私たち七人のうちに真犯人ありと断定するに至りました。私たちもまたいかんながらそれを肯定せざるを得ないのであります。ところが、叱らば犯人が誰であるか。 その証拠は、その方法は、その動機はということになると、私たちは爪の先のことさえも知ることはできないのであります。しかしながら、犯人は私たち七人のうちにありということが動かすべからざることとすれば、私たちは一日も一刻も早くそれが誰であるかを知りたいと思います。なぜなら、 真犯人の知れないうちは、私たち七人は殺人犯人であるという忌まわしい疑いをみんな一様に受けなければならないのです。のみならず、親しい間でありながら互いに疑い合い警戒し合わなくてはならない。私たちの間に恐るべき殺人者が潜んでいるということは、 考えただけでも戦慄を禁じえないところですまたお互いに柳君の友人としても真犯人を見いだすべく努力する義務があると思います私たちは私たち7人のうちから真犯人を見いだすために事件の起こった年においては数回会合し その後は年1回事件の起こった同じ月日に集まって互いに研究するということを誓いました幸いに皆さんはその趣旨にご賛成下さいまして不愉快極まる思い出をするためにこうして今夜も一人も欠かさずご出席下さいましたことは亡き矢倉くんのためにまた 私たち一同のために慶がの至りであると存じます。前例によりまして私が犯行の起こりました当夜のことを詳しく申し述べました。これから皆さんのご同行ならびに過去一年においてご研究になりましたことについて複雑なくお話を願いたいと存じます。 犯人は富沢高音の話が終わるとすぐ高部五郎がぶっきらぼうな調子で口を切った例によって僕から始めさせていただきます僕は嘘にしても先生を殺した嫌疑を受けるなんて実に侵害なのです不愉快で仕方がない僕は 先生を殺す動機を持っていると言われるのは口にするさえ不愉快なんだが、菊代さんとの問題です。僕は当時確かに菊代さんと恋愛に落ちていた。今でもやはり互いに愛し合っているんです。ご承知の通り結婚の約束をしているんです。しかし僕たちは少なくともこの不愉快極まる権威が晴れなければ結婚できません。 は,なはだ利己的ながら、この意味においても、僕は一日も早く真犯人が判明することを願っているんです。僕が菊代さんの問題で先生に叱責を受けたということは、古代に伝えられています。なるほど、注意は受けましたが、先生は恋愛に対して世間で考えているほど窮屈な解釈をしている方ではない。もう皆さん分かっていることですから構わないと思いますが、 先生自身だってその点で決して潔白な方ではない。だから私が叱責されたというのはあまりに古代で、ちょっとした注意を受けたのに過ぎないのです。こんなことで僕に殺人の動機があるなんてとんでもないことだと思います。あの晩僕が応接室を出たのは、菊代さんに会うためでした。僕は主として先生の研究室の方で働いていたので、 うちへお伺いする機会はそうたびたびないのです。ですから、ちょっとでもいいから会って話したいと思って部屋を出たのですが、菊代さんの姿が見えないので、庭の方か知らんと思って庭に降りたのです。すると僕は不幸にも、とんでもないことを聞いてしまったのです。僕が庭を歩いていると、植え込みのところでひそひそ話している男女があった。 僕はドキンとしたのです。誰でも恋をした経験のある人なら分かってくださるでしょうが、僕はもしや菊代さんじゃないかと思ったのです。考えてみるとバカバカしい話ですけれど、恋というものは理性をくらますものです。僕はただもう嫉妬に駆られて、植え込みの後ろにそっと忍び寄ったのです。するとそれは、 としささんと佐久間さんでした。僕は悪いことをしたと思ったけれども仕方がない。ひそひそ話を漏れて聞いてしまったのです。僕はさっき言った通り、先生の支度へはそう出入りしませんでしたから、学術上以外の先生の友人方についてはあまりよく知りません。従って、飛島さんには2、3回会ったことはあるが、佐久間さんには初対面でした。 そういうわけで、佐久間さんがどんな人だか少しも知らなかったのです。ところが二人の会話が、こんなことを毎年繰り返して話さなければならないのは実に不愉快です。しかし仕方がない。二人の会話は、飛島さんが授業で失敗して五千円という金が必要だから、先生に無心をしてもらってくれというのです。 佐久間さんはそれがいやらしく、はじめは拒絶していたが、やがて承知してしまった。それだけのことですが、僕は佐久間さんが先生と深い関係があるらしく、同時に飛島さんとも浅からぬ因縁のあるらしいことを知ったのです。今から考えると余計なことだったかもしれないが、僕はひどく憤慨したのです。先生が、立派な奥さんのありながら、 佐久間さんと関係しておられることも許せないと思ったが、さらにその佐久間さんが別の男と関係があるらしく、その男にそそのかされて先生に無心を言うなんて絶対に許せないと思ったのです。僕はそっと応接室に戻りました。すると間もなく憎い男女が帰ってきた。僕はそれから佐久間さんばかり見ていました。監視していたのです。 ですから、先生と飛島さんとが昆虫学上のことでどんな激しい話をされたか、議論されたか、その方にはほとんど注意しませんでした。ところが、間もなく先生がちょっとと言って部屋を出られたので、この機会に憎むべき女のことを先生に教えなくてはいけないと思って、できるだけ女に気づかれないように続いて部屋を出たのです。 もっとも佐久間さんの方では僕に立ち聞きされたことは知らないのだから、まさか僕が先生に告げ口をしに行くとは思わないから、そんなに静かに部屋を出る必要はなかったかもしれないのです。僕が入っていくと、先生は貴重な昆虫の入っている標本箱の前に立っておられましたが、意外という顔つきで机の前の椅子に腰を下ろして用を聞かれました。 そこで僕は植え込みで立ち聞きをしたことを言って、ああいうけしからん女には関係をお立ちなさい。また、飛島さんなんかと付き合うのはおよしなさいと言ったのです。すると先生は、君なんか知ったことじゃないから黙っていたまえと言われました。黙っていられませんと言うと、君は聞くよというものがあるじゃないかと言われました。 それには一言もなかったのです。先生は、君が僕のためを思ってくれる気持ちはよくわかるし、また、君が今言ったことは僕もすでに気がついていることだから心配するな。早く応接室の方へ行け、と言われたので、僕は仕方なく先生の言われる通りにしたのです。僕が応接室に帰ると、すぐ佐久間さんが部屋の外に出られたので、 先生のところへ行くのだなと思うと、いまいましくてなりませんでした。そして、奥さんが気の毒でたまりませんでした。やがて佐久間さんは何食わぬ顔をして戻ってくるし、そこへ菊代さんが入ってきたので、僕はもうそわそわして、しばらく先生のことや佐久間さんのことを忘れたのです。するとあの銃声が起こったのです。 それから後のことについては言うことはありません。僕はやはりこの事件には佐久間さんが一番深い関係があると思います。私に言わせていただきます。高部の話の終わるのを待ちかねたように佐久間信子は悔しそうに叫んだ。いつもながら高部さんはあんまりです。ひどい、実にひどい侮辱ですが。ちょっとお待ちください。 富澤は信子を制して、私たちが今夜会合で話し合うことはちょうど議員が議会におけるようにその場限りで外部では全然責任を負わないしまた外部には絶対に漏らさないと固く誓ってあります私たちはこの会合を終えれば互いに何事も忘れて元の親しい友人に変わらなければなりません ただこの席上においてのみみんな真実を語り心に思っていることを隠さずに言う約束でありますからお互いに感情に走ることは絶対に避けたいと存じますが私感情に走ったりはしておりませんわそうした約束があればこそ途中で少しも口を出さず最後までじっと聞いていたのですわ でも、あんまりだと思います。高部さんに言わせれば、私は陰譜で、養父で、その上殺人犯です。人を馬鹿にして。気を沈めて、気を沈めて。どうぞ、事件のお話をしてください。ええ、お話し,します。しますとも。私が飛島さんと庭で立ち話をしていたことは事実です。 私たちはそんな卑怯な立ち聞きをする人があろうとは思いませんでしたから、複雑なく話し合っていたのです。私は先生とは訪問記者の時代に学術上のお話を伺いに来たのがご縁で、その後ずっと親しくお願いいたしました。別に隠しはいたしません。先生とは恋愛関係がございました。それにはしかし、 高部さんのおっしゃるようなみだらなものでもなければ金銭の取引でもありません。神聖なものでございます。先生には時折経済上のご迷惑はかけてはおりましたけれども、それはまた別個の問題でございます。飛島さんとの間には肉体関係があったかのようなひどい憶測をされるのは実に心外ですわ。飛島さんとはただの友人です。 最もっともやはり時折経済上のご厄介になったことはありますしそれに飛島さんを信じてほうぼへ書がの世話をいたしましたがそれが義物だったことがありそのことを飛島さんに言いますと君も詐欺の同罪になると言って脅かされたりして少々の無理でも聞かなければならない立場に置かれておりました飛島さんは私をそっと庭に呼び出して 今夜のうちに5000円という金ができなければ破滅するから、ぜひ先生に無心して、その金を僕に貸してくれという相談なのです。私は初め断りましたけれども、もし金ができなければ刑務所へ行かなければならない。そうなると他の事件にも波及して、君も刑務所へ行くようになるかもしれない、と脅かされましたもので、私はやむなく承諾しました。 私は一旦応接室へ帰って、それから先生が出て行かれた後、しばらくして書斎へ参りました。その前に高部さんがそっと部屋を出られたのは知っていました。まさか先生のところへ告げ口に行くとは考えません。くよさんにでも会いに行くのだろうくらいに思っていました。先生のところへ参りますと、先生は大変不機嫌でした。 私は高部さんが先回りをしているとは知りませんから機嫌の悪い理由も分かりませんしそれにそんなことを考慮している暇もありませんしすぐお金のことを言いました無論飛島さんに貸すのだなどとは言いませんその金がなければ私の身が破滅するように言いました先生は難しい顔をして「うんそうかなど」と短い返事をするだけで 長い間私にばかり喋らせました。そうして最後に、よろしい、要求通り用立てようと言って小切手帳を取り出して書き始められましたので、私はほっとしました。先生は小切手を書くと私の前に放り出して、持って行きたまえ、これが最後だ。君との関係もこれが最後だ、と言われました。 私はびっくりして一生懸命に先生をなだめようとしました。しかし、結局それは無駄であることを知りました。私は次の機会を待って先生の機嫌を直そうと思って、小切手を持って応接室に帰りました。それだけです。それからあとは皆さんのご承知の通りで、私が先生を殺すなんてとんでもない。私は事件には全く無関係でございます。 立派な動機だと思います。高部は言った。先生から絶縁を宣告されて、絶望的になって殺意を生ずることは十分あり得ることです。動機ですって信子はあざけるように言った。そんな動機でおよろしければ、半ダしスでも一ダンスでもお目にかけますわ。今の場合に伺いたいのは、動機よりも方法です。 私がどういう方法で先生を殺したとおっしゃるの先生のピストルで。あなたなら先生のピストルがどこにあるかご存知のはずです。ピストルの音のした時に私どこにいたかご存知なの先生を殺してから応接室に帰って知らん顔をしている。それから共犯者に別のピストルを鳴らしてもらうこともできます。お会いにく 私が書斎を出てから、あなたの菊代さんがいらしてますよ。そうすると、菊代さんが犯人ね。けしからん。あなたは時計仕掛けの装置をしたかもしれない。突発的に絶縁を宣告されて絶望的になった私が、成功な時計仕掛けを用意していたんですって絶縁の宣告は突発的だったかもしれないが、先生はもう前から勘づいていられたのです。 僕にはっきりそう言われました。時計仕掛けという考えは悪くないが、夏川老人が口を出した。それなら、我々が部屋に飛び込んだ時にその形跡がなくてはならんと思う。それにですね、飛島が言った。あの世誰が、先生が、11時何分前かに、 書斎のある決まった場所に立つことを予期できましょうか。時計仕掛けという説は取るに足りません。と、ここでちょっと息を継いですぐに続けて。ついでですから私に話させていただきます。私はこの会合では、義物の書画を売りつける詐欺官にされたり、恐喝者にされたり散々ですが、その点はあえて弁解いたしますまい。 要点は殺人犯人を見つけるのにあるのですから。私が佐久間さんに頼んで五千円の融通を受けようとしたのは事実です。しかし、そのために私が先生を殺さなければならぬ理由は少しもないわけです。また、私が三撃の直前先生と激しく言い争ったという点で私を疑うのはむしろ滑稽です。 すでに申し上げました通り、それは議論というよりは私の方が教えを凍うたのですし、これが名誉に関することか恋愛に関することかで争ったのならともかく、学術上の議論で、しかも大学者と素人との間で、そのために殺意を生ずるなんてバカバカしいことはありえないでしょう。私は、殺人犯人がこの7人の中に必ずあるものとすれば、方法を研究する前に、 ままず動機を検討すすべきだと思いますなぜなら犯行の起こった時には私たち7人は揃って応接室にいたのですから殺人の方法についてはどの人も同じ位置にあって区別できないからですつまり私にできる方法なら富澤さんにもできるし富澤さんにできないことなら夏川さんにもできない。 七人のうちで誰でなければできないという殺人方法はありませんこれに反して動機となるとみんなそれぞれ違う大変傾聴があります例えば夏川さんは先生から偽物の絵を譲られて不快に思っておられたというのですがその絵についての責任者は実は私でありまして夏川さんが先生を殺される動機としてはあまり薄弱だと思います 私については既に述べました。私はこの事件については、動機としては地上関係。と言って悪ければ恋愛関係が一番大きくないかと思う。甚だ申し上げにくいけれども、富沢さんは当時すでに妙子さんを恋しておられたというし、また妙子さんは先生と信子さんの関係を知って大変不快に思っておられたというし、 現に、東屋菊代さんが先生のところへお茶を持っていきましょうかと聞いたときも、大変不機嫌な返事をされました。真の動機はそこいらにありはしないかと思うのですが、大変迷惑なお考えです。富沢は穏やかに言った。私は簡単に、そのお考えは間違ってると申し上げるにとどめます。 第2には、飛島は皮肉な調子で続けた。高部君と菊代さんです。先生は菊代さんに対してある種の行動を取られたような噂があります。高部君は無論それについて奮撃されたんでしょうし、菊代さんだって復讐心を燃やされたに違いない。ここにも有力な動機があると思います。ことに菊代さんは、 書斎に入られた最後の人でもあります。とんでもない嘘です。聞くよは叫んだ。先生が私にどうかされたなんて根も葉もないことです。私はあの晩最後に書斎に入りました。しかしそれはご承知の通り先生にお茶を差し上げるためでございました。先生は私が入りますと、 急いで机の上の小切手帳を引き出しの中に入れて、間もなく応接室の方へ行くから皆さんにそう申してくれとおっしゃいましたので、私はすぐ応接室に参ってそのことをお伝えしました。私が先生を殺すなんて、そんな恐ろしいこと私にはできません。同期の詮索も肝心じゃが、ナスコが言った。 私はやはり方法を研究しなければいかんと思う。七人のうち誰があのピストルを撃つことができたか。音のしたときにはみんな応接室にいたのじゃから、無論直接に撃つことのできたものは一人もいないわけじゃ。そんならどんな仕掛けを用いたか。誰がそんな仕掛けをすることができたか。 なぜその仕掛けが私たちに発見されなかったか。こういうことが重大なポイントじゃと思う。ことに弾が一発しか入っていなかった事実は、犯人に一発しか弾が必要でなかったことを示しているが、そこにも何か秘密が潜んでいないかと思う。その時に、突然、激しいすすり泣きの声が起こった。 やっぱり何もわからないのです。やがらを殺した犯人はわからないのです。あたしどうしよう。どうしよう。それはタエコだった。彼女はうつ伏せになって体を震わせながら声を上げて泣きじゃくりをするのだった。僕の言った通りだこんな会合は不愉快以外の何物でもない。何の効果もありはしない 高部はい々しそうに言った。それについて飛島が。富沢くんのもったいぶった計画もこれだけの話か。まったく。来年はもうこんな会合はごめんこむってもいい。ああ、待ってください。富沢はひどく老媒しながら言った。まだ申し上げたいことがあります。ああ。 私は、し、新事実を発見したのです。証拠です。どうしてピストルが発射されたか。す、それは、夏川さんの言われた通り、間接方法に相違ない。そうです。私たちの着目すべきは、あの、標本箱です。 ヤガラ君は机の前でなく標本箱の前に倒れていました。証拠はそこにあるのです。おお、お私は発見しました。聞かせたまえ。言ってください。みんなほとんど同時に口々に叫んだ。いかんながら、まだ公表の時期に達しません。おお 私はもう少し研究する必要があるのです。しかし確実な証拠です。犯人はもう判明したも当然です。私を信じてください。そうしてもう一週間だけ猶予してください。富沢は死体から流れ落ちる汗を拭きながら一生懸命に嘆願するように言うのだった。 裁きを受ける者夏川、飛島、佐久間は次々に帰っていった高部と菊よとは泊まることになった夜はしんしんと吹けていった宵いのうちから往来していた黙くした雲は次第に勢力を張って空は暗淡として今にも降り出しそうになっていた 庭の隅で時折コオロギが思い出したようにほろほろと悲しい泣き寝を立てる。妙子は寝ていなかった。彼女は机に向かって何かしきりに書いていた。時折筆を休めてはまた書き続けた。やがて書き終わったと見えて静かに立ち上がった。そろりそろりと足音を忍ばせて、行き着いたところは書斎だった。 彼女はそっとドアを押した手探りで壁のスイッチに触れるとそれを力強く押したあ<っ>部屋がパッと明るくなると彼女は驚きの叫び声を上げた部屋の中には黒い影がうずくまっていたのだそしてその影も驚いて飛び上がったがああ奥さんですか それは思いがけなく飛び島だった彼は努めて平静を装ってはいたが声は上ずってしゃがれていたあなたはああぼ僕はそうです証拠証拠を確かめに来たのです奥さん信じてください僕は僕は犯人を突き止めたのです標本箱そうです そこに証拠があるんです。奥さん、あま、ま、おかけなさい。彼は乾く唇を舌でペロペロ示しながらどもりどもり喋ったが、みるみるその目は怪しい光を帯びてきた。奥さん、き、聞いてください。僕は、まあ、長い間、あ,あなたを思い続けていたのだ。 あなたは天使だ。美しい方だ。優しい方だ。あなたは先生の仇を探し出そうとしてあらゆる犠牲を払っておられる。いつまでも先生を思って、なんという見上げた方だ。だが奥さん、あなたは大変な間違いをされた。あなたは仇と結婚されたのだ。 あまりのことに、妙子は声も出なかった。棒立ちになって、歯を食いしばっているのがやっとだった。奥さん、妙子さん、僕の望みを叶えてください。ぼ、僕は、誓って犯人を見つけます。いや、すでに見つけているのです。僕の望みを叶えてください。そうすれば、犯人は立ちどころに逮捕されます。 そうすれば、あなたの望みも達せられるわけです。飛び島は一歩一歩妙子ににじり寄った。目は乱々と輝いている。彼は不意に妙子に見つけられた不安と突如わき起こった希望とで、手と足はわなわなと震えて、口の中がカラカラに干からびている。彼は妙子の手を取ろうとした。 かろうじてそれを振り払った彼はよろよろとして机の角につかまったがふと机の上に水を入れたコップがあるのに気がついてそれを握るが早いかごくごくと伸び干してだ、っ妙子さん返事をしてください妙子はこの時に悪夢から覚めたようにがく然としたあそそれは タえこさん、ぼ、僕の望みを叶えてください。そうすれば、先生を殺した犯人は、た、ちどころに。大変です。大変です。騒いではいけない。静かに、静かに。も、僕は。あなたの飲んだものは大変です。た、タえこさん あなたの飲んだのは大変な毒です。私が飲もうと思って用意しておいたものです。え<あ>私は今夜やがらの後を追って死ぬつもりでした。申し訳ないと考えたので。それは大変な毒です。すぐに舌が痺れて眠ってしまうのです。そして、それっきりなのです。 いい、医者を、医ゃおう。いいゃおう。ダメです。もう間に合いません。し、痺れてきた。は早、あ、く、いい、いいゃおう。び島の下は怪しくもつれて、唇の片隅からよだれが垂れ始めた。誰か来て先ほどからの物音にみんな目が覚めていたらしい。 富澤と高部と菊世とが寝巻き姿のままで飛んできたいつの間にか飛び島さんがこんなところに来て私が飲もうとした毒を間違えて飲んでしまったのですもうダメですですけれども医者を添田さんを早くダメだもうダメだ飛び島は次第に激しくもつれてくる舌で 俺だ。ヤガラを殺したのは俺だ。俺はタエコさんに恋していたのだ。その上にヤガラは、俺の書が偽造の悪事をすっかり知ってしまった。ノブことの関係も知ってしまった。生かしておけなかったのだ。俺は骨を折ってヤガラを殺して、 肝心の妙子は富沢に取られてしまった。そればかりか富沢は、今夜の話では俺の秘密を悟ったようだ。俺は今夜帰ったと見せかけて、そっとうちの中に忍んでいて、書斎の証拠をすっかりなくするとともに、富沢の奴をうまく殺そうと思ったのだ。 殺した方法は富沢が忙しく聞いた。おき土産だ。話してやろう。俺はあの昆虫標本箱に仕掛けをしたのだ。俺はあの世、佐久間と庭で会う前にそっと書斎に入った。そして標本箱の悪い引き出しを開ければ、ピストルが発射するようにしておいた。 佐久間をヤガラのところへ行かせたのは、剣技をかぶせる目的だったのだ。俺はヤガラに議論をふっかけた。それは結果として、どうしても標本箱の仕掛けのしてある引き出しを開けて確かめなければならない性質のものだった。ヤガラは果たして、俺の策略に引っかかって書斎に入った。 高部や佐久間や菊世が次々に言ったので、やがらは標本箱の引き出しを開けるのが遅れたのだ。邪魔者がいなくなると、やがらは引き出しを開けた途端にズドンと一発。うまく胸を射抜いたので、叫び声も立てえずに倒れた。弾は一発しか必要なかったのだ。 俺は銃声を聞くと真っ先に書斎に駆けつけた。これが大変肝心なことなのだ。俺は書斎に飛び込みざま、引き出しを叩いてピストルを床の上に落とし、仕掛けをポケットにねじ込むと、引き出しをポンと閉めてしまった。ものの5秒とかからない早技だ。 そして何食わぬ顔をしているところへ、富沢以下がどやどやとやってきたのだ。ああ、もう口が聞けない。眠い。眠い。さようならだ。 語り終わって、飛び島はこんこんと眠りに落ちた妙子は恐ろしそうに身を震わせて富澤に「あなた標本箱の仕掛けに気がおつけになったの?」富澤は首を振った「いやゆうべえもしあのままだと君がどんな考えを起こすかと思って証拠を見つけたなんて心にもないことを言ったんだよ」 私も、そうだろうと思って死ぬ気になったのですわ。妙子は父と富沢にすがりついた。高部と菊代もいつの間にか寄り添って固く手を握り合っていた。この時に玄関の方から人の来る気配がした。いやあ、ご心配に及びませんよ。かかりつけの添田医師の声だった。 奥さんがしきりに毒薬を欲しがられるので、無害の眠り薬をあげたのですよ。それに舌のしびれる薬をちょっぴり入れてね。はははははそは。粗相で飲まれたお客さんは、ぐっすり寝た上、明日の朝目を覚まされるでしょうよ。